これね、ちょっと良くない例なんでね、もう一手早く皆さん、腰掛けに組んだ方が良さそうですね。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回はですね、後付け実況になっていきます。将棋ウォーズでもともと10分切れ向けさせてたんですけど、まあ撮影してなかったんで、まあ将棋エクエスエンド、まあいつもお世話になってる、まあきなこもちさんの、作ってる、まあ将棋エクエスエンド、教育将棋版の動画作成機能を使って、まあ動画を作りました。で今回はですね、相居飛車の将棋なんですけど、相手がね、角交換拒否してきたんで、これで、まあ左美濃行こうかなっていうところでやってますね。で、まあ一旦は角上がって、飛車先の交換はやめてるというところなんですけど、こっちが後手番で、まあ右の左の端はまあ受けなくてもいいかなとか思って、まあ攻めの体勢をね、すぐ作ろうとしてますね。やっぱ角の頭が弱点だったりするんで、まあ相手も金をね、早々に上がってきて、まあ、こうしっかり囲いを作ってくるわけなんですけど、まあこちらはね、ずんずんと、まあ攻めの体勢を作ろうとしてますね。でこれで、まあ相手が玉上がってきたんで、これは早囲いかな？嘘矢倉の早囲いっぽい形になってるんですけど、まあ、この辺で一回、俺も玉囲いそうですけどね。うん、玉囲っといて、まあ相手よりは硬い囲いにしておきたいですよね。まあ右端は受けるのかな。これで、まあ角の飛び出しはなくなるよっていうところで、うん、まあ相手もね、これ早繰り銀でね、こう攻めてこようとしてるんですよね。なんか左美濃には早繰り銀が有効だっていうね、話をどっかで聞いたことがありまして、まあ、やっぱ角頭が弱いんで、早繰り銀が有効なんでしょうね、多分ね。まあ、なので、俺もこう、早繰り銀で出てきた銀を追い返せるように、せないかんなと思って、ここでね、ちょっと遅れて歩ついていくんですよね。で遅れたんで、一手遅れてるんで、まあ相手角頭攻めてきますよね。これね、ちょっと良くない例なんでね、もう一手早く皆さん、腰掛けに組んだ方がそうですね。これでね、一回こう、角、歩取りがね、角当たりになるんで、これで避けないといけなくなっちゃうんですよね。これで相手にポイントをちょっと稼がれた感じになると。でもこれで、まあ、銀を下がらせることには成功したんですけど、歩取られたんで、これ良くないよねっていうところで、まあね、これでちょっとね、無理気味にちょっと攻めていくんですけど、まあ一旦は角交換しといて、まあ同桂かな。で、もう一回ね、もう一回据える手が良かったみたいなんですけど、ここはね、ちょっと系統に、まあ、ちょっと味付け的に歩ついていくんですけど、これちょっとあんまり良くない手で、相手からね、角打ちがあったんですよね。香取りと歩取りの両取りがあったんで、良くなかったんですけど、まあ、取ってくれたんで、飛車と歩の両取りにして、まあ、馬作っていってどうかみたいな感じでやってますね。うん、まあ、ここは馬作っといて、一回ね、お帰りに上がってくるんですけど、ここね、ちょっと無理して押しましたね。ここも結構怪しかったんですけどね。歩打って、馬と金交換しようぜって言って、言ったら、通ったんですよね。通ったんで、まあ、歩取り返しといてどうかみたいな感じではありました。これで結構ね、相手の玉頭って、まあ、金1枚で守ってるみたいなもんですよね。でも、その玉の下に銀と金がいるんですけど、あれがね、あんま守りに効いてないんですよね。これが早囲いの、まあ、弱点の一つ。まあデメリットの一つなんで、これ早囲い結構ね、気をつけないといけないんですよね。まあ角打って、まあ相手は角打って、飛車をこう圧迫してくるんですけど、一回避けといて、まあ相手の角も動けないよねと。角も歩も動けないんで、まあどうしようかなーってところなんですけど、
まあここはね端に目つけてきますね。これはまあ取ったら香車を一回叩いといて、香車をね馬のライン入れるんですよね。でまあ右から2番目の歩ついていけば、歩取っちゃうと香車取れるじゃないですか。なので相手もこれ放置して同銀と取りたいよねっていうところなんですけど、ここでね飛車をね右に一歩回るんですよね。で角がいなくなれば瞬間的に相手の玉頭が3枚効いてる形になるんで、これでいいじゃんと思ったんですよね。これはね飛車ブッチしていきますね。ブッチしてまあ同と金に角をねぶち込んでいくんですよね。まあ同金だと歩が鳴っても崩壊なんで、玉頭崩壊なんで、これはやってられんということで玉が下がったんですけど、そうなると右側が薄くなっちゃうんでと金ができると、これで同銀となって、まあ、銀取った手が一応詰めろかな、一手詰めの詰めろ見てるんで、まあ、相手も歩打ってきて守ってくるんですけど、まあ、ここは一回ね桂馬取ってもよかったみたいですね。桂馬取っても詰めろだったみたいです。まあ、香車取ってこれも詰めろですね。まあ、馬入って詰めろになるんで、で相手も角守ってきたんですけど、ライン守ってきたんですけど、これがまあ飛車当たりで、ただこれは飛車守らんかったら飛車取られて一手詰めがあるんで、これはちょっと相手の方間違えちゃったかなってところですね。まあこれはさすがにまあ部分的な取らんていかなんだけど、飛車を出すと飛車打ちの一手詰めがあったんで、ここでねお相手の方の投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね居飛車のまあ左身の対まあ矢倉の嘘矢倉っぽい早囲いになりました。ぜひね高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。